ひどい雨だぜ。前進しろ。落下してくる塔を確認、注意してください。来るぞ。嘘、塔が落ちてくるぞ。落ちてきやがった。戦闘準備よし。戦闘に備えろ。いいと思ったやつが出てくるぞ。その場から避難しろ。ベータ型が来るぞ。あの塔を放置するわけにはいかない。被害が広がる前に破壊するぞ。この民間人。よくやった民間人。よくやった。空爆を要請したのは民間人。射程まであと少しだ。105ミリ砲。ファイヤー。大丈夫か。立て。空爆を要請したのは民間人。このタイプの攻撃要請コードは初めてだ。一体誰だ。助けてくれ。バルカン砲ファイヤー。天国が見えてきやがった。軍人になる決心はついたか。兵士はいいぞ。年金モデル、老後は安心で。でも死亡保障には期待するなよ。助けてくれ。塔を破壊しないと町が怪物だらけになる。町を怪物で埋め尽くすのが敵の狙いだ。だが俺たちが許さない。塔を破壊し奴らの目論みを阻止する。空爆を要請したのは民間人。誰か敵が来やがるぞ。お前は民間人か。なぜ空爆要請コードを知っている。よっしゃ。やめて。距離を確認します。助けてくれ。ようやく片付いたぜ。落ちてくるぞ。戦闘準備よし。いよいよですね。助けて。ベータ型が出てくるぞ。バルカン砲ファイヤー。大阪戦闘になるぞ。105ミリ砲ファイヤー。民間人か。なぜ空爆要請コードを知っている。距離を測るんだ。冷静に。先ほど EDF から驚くべき発表がありました。世界各地に飛来した飛行物体は地球外文明の宇宙船だということです。 EDF はレーダーの記録データを公開。それには無数の飛行物体が地球軌道上に出現した瞬間が記録されているとのことです。あまりに衝撃的な内容に報道陣をはじめ集まった人々は言葉を失いました。現在 EDF 総司令部には世界中の報道関係者が詰めかけており、大混乱となりつつあります。敵がエイリアンだと。いくらなんでもまさか。俺は納得したぜ。この目で円盤を見たんだ。信じるしかねえ。塔だ。また来やがった。105ミリ砲ファイヤー。お前は民間人か。なぜ空爆要請コードを知っている。EDF 総司令部に無数の人々が詰めかけています。大混乱です。報道関係者ばかりではなく一般市民まで集まり始めました。発表を疑い抗議する者、対策を問いただす者、
保護を求める者、さまざまな要求が怒号となって飛び交っています。助けてくれ、助けてくれ、死にたくない、死にたくない、よくやった民間人。このタイプの攻撃要請コードは初めてだ。一体誰だ。バルカン砲ファイヤー、105ミリ砲ファイヤー。このタイプの攻撃要請コードは初めてだ。一体誰だ。105ミリ砲ミカちゃん、きっと安全な場所へ連れて行ってやる。気休めもいい加減にしやがれ。空爆を要請したのは民間人。助けてくれ。武装、民間人の護衛に部隊を割こう。安全な場所まで連れて行ってやれ。Thank you.